ジェームズ・ブキャナン・ジュニアはアメリカ合衆国の政治家、第15代大統領を務めた。18世紀生まれの最後の大統領であり、結婚しなかった唯一の大統領である。また、ペンシルベニア州から選出された唯一の大統領でもある。ブキャナンは人気があり、経験豊富な州の政治家で非常に成功した弁護士であった。彼は、 ペンシルベニア州選出の会議員となり、後には上院議員に転身、アンドリュー・ジャクソン内閣ではロシア担当大臣を務めた。また、ポーク内閣では国務長官も務めている。2017年時点では国務長官を経験した最後の大統領である。最高裁長官の指名を断った後、ピアース内閣ではイギリス担当大臣を務め、 オステンドマニフェストの作成を手助けした。1844年、1848年、1852年の大統領選において民主党の候補指名に失敗したが、オールドバックオールドバックは1856年の大統領選で民主党の大統領候補に指名された。ピアース大統領の任期の大半、ブッキャナンはイギリス担当大臣として ロンドンに滞在していたため、合衆国を支配した派閥政治の十字砲火の中に交わることはなかった。ブッキャナンは奴隷制度問題において、両派の間で妥協した態度をとったとみなされた。選挙は、ジョン・フレモンとミラード・フィルモアとの三つどもへの戦いとなった。大統領として彼はしばしば、ドー・フイスと呼ばれ、民主党の主導権をスティーブン・ダグラスと争った。ブキャナンは、 北部と南部の間の平和を維持するため努力したものの、両陣営は、疎遠となり、南部諸州の合衆国からの脱退により、南北戦争へと突入する。記録によればブキャナンは、南部諸州の脱退は不法なものであったが、それを止めるために戦争を行うのも不法であったと考えていたとされる。ブキャナンは、第一に、弁護士として、私は、法以外の支配を、 全く承認しないという決まり文句で有名であった。彼が公職を退くときまでに、世論は彼に批判的なものとなった。そして民主党は二つに分裂した。ブッキャナンはかつて、アメリカ市場におけるジョージ・ワシントンの位置と同じ、格付けを絶望した。しかしながら、国が分裂と内戦へ進むのを防ぐための、統率力を発揮せず、消極的な対応に終始したことにより、 現在も歴史家による格付けでは決まって、最悪の大統領の一人として位置づけられる。ブキャナンの電気執筆者、フィリップ・クラインはこれらの格付けを取り入れている。空前の怒りの感情の波が国を覆い尽くした時、ブキャナンはリーダーシップを引き受けた。この革命的な時代に抑制して敵対したセクションを思ったことは、本来注目に値する業績であった。 彼の人気は激動の時代であったが、その弱点は南北の起これる党派によって拡大された。彼の多くの才能は、より静かな時代においては偉大な大統領として認められるものであったかもしれないが、南北戦争という時代の大変動と偉大なるエイブラハムリンカーンによって霞んだものとなった。また、アンドリュー・ジャクソンには、できるだけ遠くに追いやりたかった。北極に、 大使館があったら、私は彼をそこに赴任させただろうと評されており、ジェームズ・ポークは、日記で、ミスター・ブキャナンは、有能な人物ではある。しかし、どうでも良い問題で迷ったりするし、ひがみっぽいと評している。ジェームズ・ブキャナン・ジュニアは1791年4月23日に、ペンシルベニア州フランクリングのハリスバーグの近く、ケーブ・ギャップのマルタ小屋で、 裕福な商人のジェームズ・ブキャナンシニアとその妻、エリザベス・シュペイヤの間に生まれた。両親は、スコットランド・アイルランド系であり、父親は1783年に、北、アイルランドから移住した。ブキャナンは11人兄弟の2番目で、兄弟のうちの3人は、幼少期に死去している。ブキャナンには6人の姉妹と4人の兄弟がいたが、1840年まで、 生き残ったのは一人のみであった。1799年に一家はマーセスバーグに移り住む。マーセスバーグの家は後にジェームズ・ブキャナンホテルとなった。ブキャナンは村の学校に入学し、その後ペンシルベニア州カーライルのディッキンソン大学に進学した。不貧困な振る舞いで奉公されそうになったが、第二のチャンスを嘆願し、その後1809年9月19日に、 抜群の成績で卒業した。同年彼はペンシルベニア州ランカスターへ転居し法律を学び、1812年に放送会入りした。彼は熱心な連邦党員として、当初は米英戦争に反対した。しかしながらイギリス軍がメリーランド州に侵入すると、彼は志願兵として琉球兵部隊に加わり、ボルチモア防衛戦に参加した。ブキャナンは、 生涯を通じて活発なフリーメイソンのメンバーであり、ランカスターの第43ロッジのマスターであった。また、ペンシルベニアのグランドロッジの副グランドマスターでもあった。1814年から1815年までペンシルベニア州選出会員議員だった。その後第17から次の4つの議会に選任された。第21議会では司法部委員会の議長を務めた。 1832年から1834年まで中ロシア大使を務めた。ウィリアム・ウィルキンスの辞職によって生じた空席を満たすために、ブキャナンは1834年12月6日、民主党の上院議員として選出された。1837年と1843年に再選され、閣僚に任命されたのに伴い1845年3月5日に、 辞職した。彼は外交関係委員会の議長だった。ブキャナンは上院議員、ウィリアム・ルーファス・キングと親しい友達で数年間ワシントン DC で彼と暮らした。また、婚約者が自殺したため生涯独身を貫いた。1845年から1849年までジェームズ・ポーク大統領の国務長官を その後1853年から1856年まで中英国大使を務めた。彼は1856年に大統領に選出され、1857年3月4日から1861年3月4日まで在任した。幕府施設団を迎えるブキャナン大統領1857年9月に始まった1857年強行は、 クリミア戦争終結に伴う欧州市場での穀物価格の急落に橋を発する初の世界恐慌となり1859年の終結宣言が出された。しかしその後も経済回復のない状態は南北戦争まで続いた。このことも世論が彼に批判的となった理由の一つである。なお1859年には日本の江戸幕府における 神奈川武行圏外国武行で日米修航通商条約批准書交換施設として渡米した新井美正雄と謁見した。大統領として特に実績のない彼にとっては日本史の物体に登場する数少ない出来事である。公明天皇にはウォルサムの懐中時計を贈呈している。彼自身は生涯独身であったが大統領官邸内での雑事は 名のハリエットレーンに任せており、それが、ファーストレディと呼ばれ、現在の大統領夫人の別名の起源となった。引退後は、ペンシルベニア州ランカスターの近くの自宅、ウィートランドで暮らした。1868年6月1日に死去し、ランカスターのウッドワードヒルボッチに埋葬された。子孫の血統は途絶えている。ありがとうございます。